はい。じゃあ、スタートさせていただきます。はい。はい。皆さん、こんにちは。事業創造をルーティンにというテーマで活動しているゼロムーサが、毎回業界で活躍する起業家やビジネスパーソンなど、事業創造に関わる人々をゲストにお迎えし、お話を伺うゼロワンナイト。本日も有楽町サイをキーステーションに全国へ発信しております。今日はですね、インパクトスタートアップを生み出す東北から起こすソーシャルイノベーションの形とはと題しまして、ソーシャルイノベーション都市を掲げ、スタートアップが生まれ、徐々に生態系が含まれつつある仙台市の中で、課題先進地域である東北の課題に向き合って、解決をするような事業を起こすスタートアップ、あるいは研究開発型のスタートアップなど、どんどん創業して成長されております。そんな仙台で起業家として事業を営んでいる方や、または出身で、仙台出身で、事業を行う方である、コラボメーカーの古谷さん、アトミカの島田さんの起業家2名をお招きし、で、今回、お二人がお話を紐解きながら、仙台、東北のスタートアップシーンの今をお伺いしたいと思います。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いあ、します。お願いします。じゃあ、改めましてですね、お二人の今日、コラボメーカーの古谷さん、アトミカの島田さん2名を、お迎えしてるんですが、古谷さん、島田さんから簡単に自己紹介をお願いできたらと思います。じゃあ、早速ですが、古谷さん、自己紹介をおは願い。いいたします。はい。そうですね。会社紹介も兼ねてみたいな感じのイメージでよかったですかね。はい、そうでございます。はい、OK です。じゃあ、ちょっと、少々お待ちください。じゃあ、画面もせっかくだから共有しつつ、自己紹介をしていきたいと思います。まず、画面共有のあるのは、簡単な、名前なりなりお話ししておきますと、株式会社コラボメーカーの、古谷と申します。で、今、表示されましたね。ははい。い、表示されておりで、ます。はい。日本中アーツの研究室ということで、やっています。で、何やってるかというと、研究開発リソースシェアリング、事業を行っています。一応、東北大学発ベンチャーで、今から5年ほど前に会社を立ち上げてやってきています。はい。で、どんなサービスかっていうと、研究開発リソースのシェアリングっていうことで、実験をしたい利用者と、実験を提供できる提供者をつなげて、取引支援まで含めて行うと。そんなシェアリングサービス。研究版の Airbnb みたいなことをやっています。なので、顧客は研究者と、ラボの運営者ということで、ラボの使う研究者は、立ち上げに時間も資金もすごくかかっちゃうよという課題があって、運用者側の方も、設備とか技術があっても、資金を得る手段がない。マネタイズできない。そんな課題があるんですが、それの、我々サービスを使うと、もう立ち上げ済みのラボをすぐ早く安く使えるし、ラボの運営者としては、もともとあるものを活用して資金も引っかけられるということで、双方がすごく、いいですよと。そんなサービスを行っています。で、これを当然、テクノロジーも使いながら、ラボネットワークと取引システムっていうのを作って、全国規模で展開していきますよというのが、今我々がやっていることです。で、これ提供者としては、手間なくマネタイズできるっていうことで、地方大学とか含めて、すごく活用していただいていて、それは結構、新しいのかなと思っています。で、さらに使う側とすると、なんとですね、アジャイルな研究開発が実現できますよと。もともと、初めの意思決定とか立ち上げにすごい時間もお金もかかったんですけど、それをそれこそアジャイルな、IT の開発みたいな形で手返しよくガンガンできますよっていうのは、そんなところがあって、すごく喜んでもらってます。はい。で、すいません。ようやく自分のところですけど、元々、東北大学の、材料系ですね、に、いまして、で、そこで、ずっと、そうですね、シンチレーターとかっていうような、放射線検査材料だったり、人工筋肉だったり、そんな、研究をしていました。はい。で、学生の頃はもうひたすら研究してるのが好きで、修士の2年間に8本論文を書くみたいな、異常なこともしていたという。はい。そこから震災のタイミングで、昭和電工っていう会社に、入りまして、半導体の研究開発をして、で、そこから、そうですね、やりながら、
や、企業でいろいろお金もあって、設備もあって、いろんなことができるのかなと思ったら、結構まあ不便なことたくさんあったんですね。はい。で、まあ、学生の頃も大学で、まあ、何千万もするような装置がたくさん余ったりとか、まあ、そんなことをいろいろと見てきていて、まあ、使う側としても、まあ、その、ものが余っててもったいないという意味でも、いろんな課題をすごく感じていましたと。まあ、それもあって、まあ、なんか、できないかなと、いうことで、まあ、ちょっとビジネス投稿とかもしていた中で、まあ、今回の授業を出してみる機会があって、で、そこから、東北大学に戻って、起業して、大学にも所属しながら、ガンガンスタートアップやってみたいな、まあ、そんな感じです。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。プリアさん、ありがとうございます。東北大学に戻ってというのは、なんか、博士課程の段階で戻って起業とかされたんですか？あ、そうですね。はい。一回社会人ドクターってことで、当時の恩師の、研究室というか、会社に入りつつ、そこから社会人ドクターに、研究室に入るみたいな、そんなトリッキーなことをしていました。ありがとうございます。では、島田さん、自己紹介のほどお願いいたします。はい、わかりました。よろしくお願いします。これで、出てる途中ですね。あ、出ましたね。はい、あ、見えてます。見えてます。はい。はい、わかりました。じゃあ、同じく3、4分ぐらいで私の方も自己紹介兼会社紹介をさせてください。よろしくお願いします。ではですね、はい。アトミカという会社をやってます。で、今できて5期目の会社です。で、本社はですね、宮城じゃなくて宮崎、南の方ですね。九州の宮崎県に本社がございまして、でそこから創業事業はコーワーキングスペースを選んでまして、全国各地でそういった取り組みを広めておりますというスタートアップです。で、地銀さんとかとの相性がいい事業体だっていうところもあってですね、仙台で言えばそれこそ七十四銀行さんとかが株主に入っていたりするような株主構成だったりもしてます。で、私そこで代表をしておるんですが、仙台の時ですね、生まれも仙台なので大学出るまでずっと仙台にいまして、その時に自分でちっちゃい会社をやったりしてました。で、今金髪でお団子ヘアになっちゃってますが、当時はもう少し爽やかだった時代があるわけなんですけど、学生時代については、ビジネスゲームを作って、それを展開する会社をやっていたり、あとは地域の大学生さんと一緒に、地域の居酒屋でいろんな大人の靴を磨くみたいな授業をやっていました、というのが大学時代ですね。で、僕らの授業の中身に入っていくと、さっきコーワーキングスペースをやってますというお話をしましたが、まあ、なかなかローカルでコーワーキングスペースってうまくいかないんじゃないのみたいな声が多い中で、でも地方こそ、この地元である、私の仙台の地元であるようなところでも、この地域のコミュニティといいますか、つながりの価値って求められてるんじゃないかっていうことを思っていたので、創業から向き合ってきてました。そしたらありがたいことにですね、ユーザーさんもたくさんついてきてくださってというところで今日に至ってます。で僕らが解決したい課題感みたいなお話で言いますと、私そのさっき大学時代に自分で会社をやってという話をしていましたが、その時にですね、すごいこの自分の人生を変えてくれたおじさんとおばさんがめちゃめちゃたくさんいるタイプの人なんですよ。このイベント行ってみたらとか、この人と喋ってみたらって、このポンって背中を押されたことによって、この人と会わなかったらこんなことやんなかったなって。出会いにこの見舞われるケースが結構あってですね。で、そのおもろい人と出会うことによって人の可能性って引き上がるんだなっていうのを強く感じてました。じゃあっていうので各地域を見渡したときに、まあ新しい人たちと出会う機会ってなかなかないよねと。あとは地域の既存のコミュニティは結構ありますけど、そこを横断して出会うような機会ってなかなかないよねということを感じていて。ってなると、その私は出会いがあることによって人の可能性が花開くと思っている人なので、いろんな地域の方々の可能性が花開く機会が損なわれてしまってるんじゃないかというのが僕らが感じている課題感ですし、この課題を紐解くためにこの会社を作ってますというところでした。で、そんなことでですね、今各地でこういった地域の競争施設っていうのを作っています。で、パッと見ていただけたらっていうところなんですが、まあ当然ビジネスパーソンもたくさんお使いいただいてるんですけど、例えば画面の下の方とかめっちゃ女子高生が座ったりするかなと思うんですが、まあ利用者さんの幅がすごく広くてですね、下は8歳から上は80歳までユーザーさんがいるっていうのも一つ特徴かなと思っています。このコーワーキングスペースとしての機能はそれはそうなんですけど、まあ公民館とか、あとはコミュニティセンターとか、まあ、市民交流プラザとか、なんかそんな側面みたいなものもあるのかなということを思っています。
で、僕らの創業から取り組んでますのが、このソーシャルコワーキングっていう事業体になってます。で、誰かと誰かを出会わそうと思ったときに、この見ず知らずの2人組が急に、えいって、喫茶店にぶち込んで、はい、じゃあ仲良く喋ってくださいっていうふうに言われても、ちょっと気持ち悪いかなと感じていて、で、この出会うためには、なんか大義名分が必要だよねってすごく思ってるんです。なので、僕らその各地域で、地域のユーザーさんたちの、こんなことしてみたいとか、こんなこと困ってるとか、そんな願い事、相談事、思いみたいなものをどんどん集めてきて、で、それをもとにして、だったら小山さんっていう人紹介しますよ、みたいな形で、この相談事をきっかけに人をつないでいくっていう活動を、まあ、仕組み化をしてやっていってるんですよ。で、これを実現するために、各地域にコーワーキングスペースを展開していきましょうっていう事業側面があったり、あとは地域とコミュニティのハブになるようなコミュニティチームですね、を各地域で採用して常駐させていきましょうっていう側面があったり、あとは地域の企業さんと学生さんをつないでいくため、つまり採用の機会を作るためであったり、商品開発の機会を作るためであったり、PR の機会を作るためであったり、地域のいろんな方々にいろんな機会を届けるためのプログラムをやっていきましょうと。あとは、この営みっていうものを、よりスケーラブルなプラットフォームにするためにということで、テックも自分たちで作っていきましょうと。まあ、こんな空間の力と、人オペレーションの力と、プログラムの力と、テクノロジーの力と、4つ掛け合わせて、ソーシャルコワーキングっていう事業をやっていきましょうっていうことをやっています。で、今、全国にですね、直営でやってる拠点が2拠点と、あと、競争拠点と書いてます。これ、運営住宅の拠点ですね。運営住宅の拠点っていうのがすでに7個ありまして、あとは立ち上げ準備中の拠点であったり、僕らのシステムだけお使いいただいているような拠点だったりっていうものが全国各地に点々としていて、まあ、こんな仲間たちと一緒にですね、日本の、まあ、特にまずは地方都市からですね、日本を面白くしていきたいなと思っておる会社でございます。よろしくお願いします。はい、島田さん。自己紹介ありがとうございます。はい。では、お二人の自己紹介が、終わりましたところでですね、ここからちょっとパネルディスカッションに入っていきたいかなと思っておるのですが、その前にですね、そもそも仙台の、事業環境というところをですね、簡単に、視聴者の皆様にご紹介させていただければと思います。はい。ちょっと仙台市におけるスタートアップ支援の取り組みということで、ちょっと簡単に、ご説明をさせていただきます。そもそもですね、仙台市なんですけど、人口108万人を擁する、まあ、遠くで唯一の政令指定都市ということで、実は学生が多い町で学徒仙台と呼ばれております。でかつですね、まあ、震災もあったので、結構国連の防災環境都市にも選ばれていて、防災系のカンファレンスも行われていもしております。で内閣府が定めましたスタートアップエコシステム拠点都市にも採択されているということで、結構スタートアップへの支援も手厚いです。で10代とか20代の人口も非常に多くで、かつ実は東京から仙台への距離が近くてですね、新幹線で90分で来れるということで、東京からもすぐ行けるような距離感にはあります。でかつお二人が在学していた東北大学ですね、世界大学ランキングで日本版で1位取っているということで、本当に今世界でも有数の大学があるというところも、まあ、仙台市の特徴かなと思います。で仙台の企業支援の取り組みでいうと、もともと震災がありまして、でそれがきっかけに結構社会課題のビジネスで解決するような起業家がちょっとずつ生まれてきたかなと思っております。で市長がですね、日本一で起業しやすい町宣言を2013年の8月に、お話しされまして、その中でこう復興の加速と多様な働き方の選択肢としてのこう起業の拡大というので、毎年2月の後半に開催されている仙台フォースタートアップスというイベントを始められて、で起業支援センターも開設されたというところです。でその後にですね、ソーシャルイノベーション創生特区というものを立ち上げまして、まあ、インテラックという言われている東北のソーシャルイノベーターを支援するような施設がオープンし、でアクセラレーションプログラムという形で東北グロースアクセラレーターと、あと東北ソーシャルイノベーションアクセラレーターがスタートいたしました。でそれが、7年前で、現在は、スタートアップエコシステム推進拠点都市というのも内閣府が定めたものに採択されていて、でスタートアップエコシステム推進協議会というものも設立されました。
かつ、東北大学自体が結構スタートアップユニバーシティ宣言というのを定めておりまして、東北大学からよりスタートアップを生み出していこうというところも、宣言としてされていて、で、去年に仙台のスタートアップ戦略が策定されて、今現在、仙台の強みを生かしたスタートアップのエコシステム発展が起きているといった、そういった現状でございます。でやっぱり仙台特徴としてはまあ、仙台だけじゃなくて東北の特徴としては結構大学発の、技術とかを持った創業とあとは各種そのビジネスモデルを変えた創業だったりとかあと第二創業みたいなところの創業が増えてます。で本当に手厚い支援を行う中で仙台市としてはこう社会課題を解決を考えた経済的な持続性と社会インパクトを兼ねされたスタートアップとあと社会的経済的なインパクトを両立して、まあ、地域からより急拡大していくようなこういわゆるこうユニコーン企業と呼ばれているような会社の創出に取り組んでで、まあ、仙台の強みだったり特徴を生かしながら社会的や経済的なインパクトを、生み出せるようなインパクトスタートアップの創出に取り組んでいるとそういった現状でございます。まあ、このような形で、ね、起業家教育だったり起業家の応援イベントまた海外の留学生の、起業を促進するためのスタートアップビザだったり、まあ、アクセラレーションプログラムとかそういった幅広い支援をしております。社会的とか経済的なインパクトを創出するようなスタートアップも徐々に生まれておりまして、いわゆるこうヘラルボニーさんという会社で、これは障害者のアートを、まあ、服飾だったりとか、そのデザインを用いて、バッグの開発とかも取り組まれている、アパレルブランドです。で、もともとここも、双子の、兄弟で創業されていて、で今どんどん、海外の進出もされていた、海外で、フィンランドという、フィンランドであったスラッシュというイベントでも露出をされて、フィンランドの、国営テレビに取り上げられるといったところで、どんどん成長している、まあ、いわゆるこうインパクトスタートアップと言われているような会社になっています。で、下にありますエレベーションスペースさんはですね、いわゆる東北大学発のベンチャーでして、で超小型衛星を、打ち上げて、その中で実験場を促進して実験するというスタートアップです。でここも大きく資金調達されて、今、社員数もどんどん増え始めているといったところで、こういわゆるこう研究開発系のスタートアップと、インパクト、その社会課題をビジネスで解決するような、まあ、インパクトスタートアップが生まれつつあるというのは、今、東北の現状でございます。なお、でこれから東北、まあ、仙台としては東北大学を中心とした地域に集積するような、まあ、大学の研究シリーズとあとそこで震災があった過程の中で、生まれたこう社会課題の解決マインドを、掛け合わせながらインパクトスタートアップの創出に取り組んでいくこととあとそもそも東北の人材をですね、生きがいとか県域を超えたようなコミュニティを作っていくことで、まあ、東北の中枢都市として仙台東北に暮らす人々が本当に豊かさを実現できるような未来の実現に取り組んでいくというところで今動いております。ちょっと簡単にですが、東北、まあ、仙台のスタートアップ環境のお話をさせていただきました。ここからですね、ちょっと本題の方に入っていけたらなと思っております。今日ですね、テーマとしては3つぐらい掲げさせていただいておるのですが、まあ、お二人のそもそもの事業についてというのは視聴者の皆様にちょっと触れられたらなとは思っております。で先ほど自己紹介でもあったと思うんですけれども、こう、古谷さんが今、されているコラボメーカーの事業について、何でしょう、そもそもその事業、ちょっとお話の中に触れられてた通り、こう東北大学で研究されてた時に、高い、実験マシンとかが全然使われていないみたいなところの現状を見て、でそこで事業アイデアを思いついたという話があったかなと思うんですけれども、なんか、どういった背景でこう起業に至ったのかみたいなところだったりとか、その事業アイデアをどう実現まで持っていったのかみたいなところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、最初、事業アイデアとかっていう意味で思いついたのは、そうですね、もともとその大学で設備余ってますっていう話と、あと企業でも同様に余ってますっていう話と、あとは、そうですね、私自身のアウトプットが、学生の時とか環境によってかなり大きく変わったなっていう3点ぐらいが、まず、大きなきっかけというか、材料としてありました。うん、はい。修士2年で8本ってめちゃくちゃ異常なんですけど、
まあ、正直環境のおかげだったっていうのが大きいです。圧倒的に大きいです。はい、でそこでなるほど、やり方でここまで変わるのかっていうのをまず味わったというのがあって、で機械さえあれば、装置っていう意味じゃなくて、オプチュニティっていう意味ですね。機械さえあれば、生かされる人とか設備っていうのがものすごくあるのに、それが生かされてないっていうのはすごくもったいないなと思ってたのがまずあります。で、その中で、ずっと研究したかった人間だったんですけど、それだと頭凝り固まるなと思って、試しにアイデア投稿とか、ビジネスコンテンツみたいなのに、試しに出してみて、ガンガン入賞し、友達もできるみたいな。ところの延長線上で、じゃあ本当に、自分でやるべきものは何だろうかっていうのを、真剣にちょっと考えてみたときに、ふわっとこう、今のコンセプトが出てきて、で、それを検証していった結果、今の事業につながったっていう、はい。初めは本当にもう、起業を絶対するぞじゃなくて、これってもっとなんとかなんないかな、みたいなところから、スタートしてやってきてますね。ありがとうございます、はい。結構ビジネスプランコンテストに応募されて、それで結構入賞されてから事業をそのまま、ブラッシュアップして作ったという話があったんですけど、それは前職の昭和電工さんいらっしゃった時はそれを取り組まれてたんですか、はい、そうですね。半ば昭和電工にいる時は最初ちょっとリハビリ的に少しやってみたっていうところからスタートだったんですけど、リハビリしてたらなんかあれよあれよという間にちょっと本気モードになっていたっていうような、はい、そんな感じでしたね。はい、結果的に研究をしたかったのはその通りなんですが、その研究ってある意味そのこれまでなかったフロンティアを切り開いていくっていうものであって、そこっていうのがその起業のところとすごいなんていうか感覚として近かったんですね。それもあって、元々のシリコンカーバイドの省エネの材料を立ち上げてそこでナンバーを取るみたいな、それはそれで意義のあることなんですけど、それ以上にそもそも研究開発自体のあり方を変えるような、そんなサービスができたら、本当に波及強化は、冗談じゃなく日本を救うレベルであるなと思っていて、なんかそんなことにちゃんと人生かけて取り組めたら面白いだろうなと。で、もろもろの問題もあるけど、ある意味僕って U ターンというか I ターン、妻の実家が仙台でして、それもあって仙台選んだっていうのもあるんですけど、ある程度、家庭も、なんとかしつつ、本当に大きなことがチャレンジできるなと思って、始めたっていう感じですね。ありがとうございます。ちょっと奥様が仙台ご出身で、ご実家は仙台というところで、もともと古谷さん自身もこう遅延があって東北大学の卒業されて、また U ターン、I ターンですね、持ってきたという話もあるんですけれども、ちょっとそちらのお話はまたちょっと別の、お話伺えたらなと思っておりまして、はい、じゃあちょっと視点を、どうぞ。はい。で、そこからの事業の展開は一旦大丈夫でしたかね。一旦その きっかけまで話しましたけど。はい、そうですね。その後、お借りします。はい。その後、事業としてこう成長されてきてると思うんですけれども、実際、事業を営んでいくにあたって、ここが、なんでしょう。バコッと市場にはまったなみたいなポイントであったりしますか、その最初事業検証仮説があった中で、シード期ですよね、会社として。微妙なところですね。一応そこそこには売り上げがある状態ではあり、ちょうど中間ぐらいだと思っていただければいいかもしれません。はい。ありがとうございます。言えなくもない、はい、ぐらいです。それで言いますと、初めは、それこそ、さっき言ったような数千万とかするような設備の時間貸しみたいなところからスタートし、それはそれで、ある程度ニーズはあって、使ってもいただけたんですけど、採算性の面とか、なんでしょうか、公的機関のものを使うっていうハードルの高さあったり、はい、そういったところから、事業としてやるには難しいなっていうのがあって、そこから、なんだろう、今の、ラボのシェアリングみたいな方であれば全てを満たすなっていうところで、模索する中で、たどり着いていたっていうのはあります。はい。で、何が一番大きいかっていうと、やっぱり我々が入ることによって大きく価値が、出る。そこのポイントをしっかり見つけられたからっていうのが大きいのかなと思います。はい。
そもそもその大学だったり、その研究リソースをうまく活用するっていう授業というか、それ自体をできた人が、これまで多分まともに、経済的にペイする活用できた人は多分これまでいなくて、うんうん、まあ、その方法を発明できたと。で、その方法を発明することにより、それ以外の手段だと多分達成できなかった研究自体のサブスクみたいなですね、サービスとしての研究、まあ、ラバーザーサービスみたいなもの、その体験を実現できた。で、それは他の手段に比べて多分圧倒的に優位なので、それがすごく大きかったかなと思います。うん、だから今までになかった事業ですし、はい、まあ、うん、古谷さんをはじめとしたメンバーの方がそこの課題感をしっかり理解されていたから、はい、まあ、事業として伸びていったという理解だったんです。そうですね、はい。本当に本当だったら作ったら、例えば 4,500万となんか1年ぐらいの時間かかるところを、毎月数十万前半、即実行できますみたいな、それぐらいの差があるので、はい。まあ、いい体験作れたのが何より大きかったかなと思います。うん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと視点を変えまして、島田さんにもお話をお伺いしたいなと思っております。はい、まあ、島田さん、はい、自己紹介の中で、まあ、学生時代から、起業されていて、で、一回就職を挟んで、で、また起業されたというところもあるかなと思うんですけれども、どうやってその起業のアイデアを見つけられたんですか？起業のアイデアは人から誘われたんで、自分で考えてないっていう話から始まるんですよね。大学の時ですね。この大学時代も含めたんですけど、人生で一回も起業したいって思ったことないんですよ、全く。いまだにその起業家に対する憧れも特段ないです。小学校の時は社長さんとかなんか絶対なりたくないなと思ってましたからね。っていうのもあるので、そんなに興味はないところから始まってます。で、大学の時、一回目に会社作った時は、本当にこの、東北大って1年生の時に基礎ゼミっていう授業が、あって、この僕経済学部だったんですけど、全然経済学と関係ない授業を受けれるみたいなのがあったんですよ。で、そこの、基礎ゼミでたまたま一緒になったやつと、だからすごい波長があって、で、そんな彼がそのビジネスゲーム面白いから、その領域で一緒にやってみないっていうのを誘ってくれたから、で、やれるって言って乗っかって起業したっていうだけなので、起業のアイデアみたいなもの最初ないですね。むしろそのやっていく中で、自分たちがやりたいことと、あとは世の中の、まあ、本当にいわゆるマーケット感みたいなものが見えてきて、で、最初はこのイベント形式でゲームを売っていたところから、会社さんに対して教育ゲームを下ろしていくっていうのに、微妙に業態がアレンジメントされていってっていうお話だったので、このいわゆるプロダクトアート型で始まっていくスタートアッププレイっていうよりも、学生の時にやっていたのは本当にジャスト中小企業というか、まあ、個人事業主に毛が生えたぐらいのことをやってたかな、学生時代はと思うんですね。うん、ありがとうございます。じゃあ、もともとは誘われたから起業したということが、まあ、原体験としてはそこがあったということですかね。そうですね。その原体験から起業するみたいなのがあんまり当時ピンとこなかったんですよ。その何か強烈な、例えば理系研究者として何か研究上のプロセスの課題を感じていてみたいなものも特段なかったので、むしろその面白そうだからやってみるっていう好奇心から始まったところは結構でかいかなと思ってますね。本当にこの文系起業っぽいプロセスを踏んだような気がしてますね。ありがとうございます。そこで、まあ、また就職を経て起業をさらにされたと思うんですけど、それもなんか誘われて起業されたんですか？そうですね。文脈は結構近しくて、まず新卒で入った会社さんは東京のメガベンチャーだったんですけど、それも、知人にその人が東京から仙台に来て講演をするよっていう機会があって、でそこの講演に行ってみたらいいよって言われて誘ってもらったから行ってみたんです。で、行ってみたら、その当時53か4ぐらいの社長さんだったんですけど、人生で見たおっさんの中で一番暑苦しいおっさんだったんです、その社長さんが。こんなおじさんいるんだと思って、衝撃を受けて、で、その会社、その人が作った会社って興味あるなと思ってそこに入社したっていうのがあるので、そこもこの人のご縁で決めてってるところが結構あったりします。で、2年ぐらいエンジニアやった後に、その会社の先輩が独立していくっていう話があったので、そのスタートアップに、創業半年ぐらいのスタートアップに転職をしたんですよ。で、そこの創業
半年ぐらいのスタートアップに転職をしたら、そのスタートアップの中の社内新規事業みたいなノリでコワーキングスペースの立ち上げっていうのが始まっていて、でそのプロジェクトオーナーをやっていたんですが、まあ、やっていくうちにそっちの方が面白くなってしまって、こっちやっていいですかっていう形でカーブアウトして、でスタートアップ化させていたっていう背景があったりするので、うん、このガチンコのゼロから何かを生み出すっていう企業スタイルとまたちょっと企業違うスタイルでこれまでやってきたなっていうのを感じるところですね。そもそもすいません、自己紹介でも触れられてたかもしれないですが、カーブアウトでの企業なんです。そうなんですよ。なので、あの JV ジョイントベンチャーからのカーブアウトっていうあんまり世の中にない文脈で起業をしていて、なのでそれは起業かって言われるとまた分かんないですね。このカーブアウトさせてるのは自分たち自身なので、その代表権も持ってますし、その親子関係も今の元々の親とはなくなっているので、あれですね、サイバーエージェントさんと幕開けさんとか、最近もこの何社かこのメガベンチャーとその下の元子会社みたいなところでダブル上場していたりするような事例っていうものがたくさんありますが、まあ、そこと同じようなスキームなのかなって思ってますね。なるほど、ありがとうございます。さあちょっと深掘りしてお伺いしたいのが、先ほどこうグラフとかもお見せいただいたかなと思うんですけど、かなりこう、まあ、シリーズ A でいろんな地銀さんから調達され、投資家の皆さんから調達されていて、で、事業自体もぐいっと伸びてると思うんですけれども、なんかいわゆるその今のコワーキングスペースの、まあ、事業、コミュニティ作りの事業が結構市場に受け入れられたというところがあるのかなと思うんですが、そのあたり最初の立ち上げの経緯からどうやってこう市場に浸透していたのかみたいなところもお伺いしてもよろしいですか。ありがとうございます。これは良かったなと思っているのは、その社内に建築デザインが分かるチームもいたり、スタートアップが分かるチームもいたりっていうので、この最初からその不動産能で入んなかったっていうのはすごい良かったんだろうなと思ってるんですよ。この坪当たり収益がなんぼでみたいなことを何も知らない状態で割とピュアに入っていけたっていうのが僕は良かったのかなと思っています。で、最初にそのコワーキングをやり始めたタイミングで、僕はそもそもコワーキングスペースが大嫌いだったってところから始まってるんです。この学生の時に東京に出て行ったりしたタイミングで、そのなんかなんちゃらコワーキングって名乗ってるところがあったんで、面白そうっていうふうに思って行ってみましたけど、そしたらその、しょうもないスペースにしょうもないものしか置いてなくって、なんか知らんおっさんとすごい至近距離で一緒に働かなきゃいけなくってっていう、その、何もいいことがない環境だったわけなんですよ。っていうところに、その学生時代に自分としては人のつながりが好きなタイプの人だったので、そのつながりを作っていきますよって主張をしている、そういうコワーキングスペースが、なんか何も世の中に価値を生み出せてないじゃんっていうところに結構イライラしていて、なので、そのアンチ既存コワーキングっていうところから始まったっていうのが初めの一歩だったかなと思っています。で、そこの中で本当にそのユーザーさんが求めてるのって何なんだろうねみたいなお話をしていったり、あとは、コワーキングスペースっていう単語を聞いたときに、ピンとくる方って、じゃあ仙台の100万人の市民の方にどのくらいいるのかって言われたら、僕は数千人ぐらいしかまだまだいないと思っているので、このコワーキングスペースですって言っても、ユーザーに正しい声は届かないでしょって思ってるんですよ。なので、じゃあいかにそのコワーキングでやれる体験っていうものを、ひらがなとか漢字で表現し直して、でそれを地域の方々にどういうインターフェースでもって届けていけばよくってっていう、その PR 面だったり、あとは価値の再定義みたいなものをこの粛々とやっていったことっていうのが、なんか良かったことなのかなって思っていますね。なのでうちのコワーキングスペースのユーザーさんたちの中で、もともとコワーキングスペース使ったことありますっていう人って、まあ、半分ぐらいしかいないですよ。残りの半分ぐらいはなんかよくわかんないけど使ってみましたとか、あともともとこのMacBook 持ってないと入れないと思ってました、コワーキングスペースって、みたいなところから、用事なくても来ていいんですねっていうところに、このコワーキングスペースの立ち位置を変えたっていうのが一つ面白かったのかなと思ってますね。コワーキングスペースの立ち位置を変えたですか。なるほど。このコワーキングスペースってなんか、ちゃんとしたビジネスパーソンじゃないと言っちゃいけないみたいな感じありません？あと、起業家しか言っちゃダメとか。でもそのインティラク、僕も学生の時にインティラク何回か言ってましたけど、インティラクもなんか思いがあって起業している人じゃないと言ってはいけないのではないだろうか、全然そんなことないのにとか、このなんかちゃんとしてないと言っちゃダメなんじゃねみたいな空気感が僕はかえって嫌いで、
なので、うん、その紛れ込んできちゃいましたみたいなことをどうやって起こすかっていうのが大事なんじゃないのって思ったのもありますね。ありがとうございます。かなりこうあれですね、なんかお二人のお話を聞いてるとちょっと対照的なところがあるかなと思っていて、うんうんうん、でも島さんは誘われて企業を、うん、誘われてとカバート的に起業した、そもそも事業コンセプトもちょっとそうし、あのいわゆるこうコワーキングスペースが嫌いだったからというところをスタートしている、古谷さんは対照的にやっぱり研究やっていきたい、その中で課題感があって、その課題から、事業を立てられたというところがあるかなと思って、結構お話を聞いていて、なんか同じ仙台から起業した、あ、仙台出身とか、うんうん、東北大学出身で起業したけど、全然違うアイディアの着想なのかなと思って聞いておりました。ではですね、ちょっと次のテーマに移らせていただけたらなと思うんですけれども、まあ、なんで仙台で企業とか事業を営んでいるのかというテーマに移らせていただきたいと思います。ちょっと、島田さんに関しては、ちょっと地域というところで、お話も伺えたらなと思うんですけど、まあ、率直にちょっと古谷さんからちょっとお話伺えたらなと思うんですが、さっきほどおっしゃっていた、まあ、奥様が、うん、ご実家は仙台ということで、まあ、知恵もあるところで U ターン、I ターンという形で戻ってきたのかなと思うんですけれども、まあ、その中で、なんで仙台というと環境を選ばれたのかというのをお話を伺ってもよろしいですか。はい、ありがとうございます。そうですね、さっきちょっとちらっとだけをなんか漏れ出してましたけど、そうですね、まず、起業するときですね、一回まあ、ビジコンみたいなのに出てて、で、そこで最初と100万円もらって、さて、ちょっと本気でどこでやるか、みたいなのを考えるタイミングがありました。で、その時は実は名古屋にいました。はい。名古屋にいて、で、その時、実はどこでやるかっていうので、いろいろ模索してる中で、実は東京でやる選択肢もありました。それこそ、初めから出資をしてとか、大企業の子会社でやりませんか、みたいなんですね。はい。で、ただ、そうやって考える中で、家庭面とかもろもろ含めて考えて、まだしっくりきてないっていうのがあって、まあ、たまたま仙台は、そうですね。いろいろ重なったんですね。まあ、嫁さんの実家が仙台だったから、子育て的にすごく楽になるし、まあ、精神的負担も減るよねっていう話と、あとはこの事業的に、東北大学、もともと出身地、で、もともとの先生もすごく強い先生なので、初めから地の利があるよというのと、あとまあ私がいざとなったら大学に戻りたいですっていうのを結婚当初から初めから学生結婚の時から言ってたので、そこの大義名分も立つというのと、あとはそもそもただ研究が好きだから、まあ、それはそれで、仮に死んだとしても、まあそれはそれで楽しい日々が待ってるかなっていう。まあ、その辺の掛け合わせにより、よし、じゃあ仙台でやろうっていうふうに始めなりました。うーん、なるほど、なるほど。なんかいろんな選択肢がある、はい、いろいろありました、はい、で、まあ仙台で企業とか事業をやってみようっていうポイントがあったわけですね、うん、でその中で実際こう仙台で事業を行っていて、どう、まあ、率直にどういう、なんでしょう、メリットがありますか。うん、あ、そうですね。まずは、まあ、仙台でスタートアップをしてるっていうこと自体が、まあ、特に初め会社を立ち上げて2017年とか18年だと、まあ、相当に珍しいことだったので、うん、結果的に、なんていうか、良くも悪くも目立つのかなとは思います。はい。うん、まあ、要は、仙台でスタートアップをやっていて、いろいろ動いてますよっていうのは、まあ、それだけでいろいろ取り上げていただきやすかったり、仙台のスタートアップを応援したいという文脈の方には応援していただきやすかったりとか、はい、東京だと生まれたとしても仙台だと多分生まれづらい、まずそれは一つ大きくあったかなと思います。うーん、はい、で次に、なぜ仙台かって、逆にメリットというかデメリット、そうでもないよ話をしたいと思うんですけど、うーん、地方だとやりづらいっていうのあるじゃないですか。どうしても知識の面とかだったり、空気面だったりとか、周りの当たり前のレベルが違うから厳しいと。そこでポイントになるのが、仙台東京間90分っていうところですね。うん、正直もう さらっと行けるんです、本当に。さらっと行けて、うん、結構な割合東京にいるので、正直あんまり不便じゃなかったんですね。うん。生態系が東京と仙台に両方にあったので。うん、はい。
なのでメリットはあるけどデメリットはだいぶ打ち消されるっていうのですごい、そこは良かったなと思ってます。ありがとうございます。こうやっぱ地域でスタートアップを起こすことで周りからの応援を得られやすいとか、うん、そういったメリットも享受しつつ、逆に仙台は地理的にはまあ東京から90分、私も結構仕事で仙台伺わせていただくんですけれども、うん、本当に朝行って帰ってきて夕方ぐらいにアポイント終わって、帰ってこれるみたいな距離感の近さなので本当に便利だなというのをすごい感じますね、うん。住んでる人からすると、別に東京で事業を起こしてる人も東京に住んでるわけじゃなくて、例えば埼玉とかに住んでると大宮から1時間とかで行けてしまうんですよ、うん。そういうメリットは大きくあるなと思っております。ありがとうございます。はい、対して島田さん、まあ、ちょっと仙台と区切っちゃったんですけど、まあ、地域で、はじめ、すみません、アトミカさんはじめ宮崎で事業を起こされたんですか？そうですね、宮崎の本社ですね。うん、その宮崎でまあ企業とか事業を営んでいて、ではなぜ宮崎を選定されたんですか、そもそも。ありがとうございます。まず東京でやるっていう選択肢が本当になくて、この課題が違うなって思っていたんですよ。東京はそのいろんな人多すぎて誰と出会ったらいいか分かんないっていう、その混雑してる系の課題だなと思っていて、うん、で一方その地元仙台含めて各地域の地方として、人が減ってて出会いの総数が少ないとか、あとそのさっき申し上げた通りのコミュニティが固まってるからこそ新しい出会いがないとか、そっちの課題かなと思った時に、そっちの方がマーケットとしても都会とローカルとかの半々、なんならローカルの方が大きいぐらいなのに、そっち側にこうあんまりサービスが行っていないことに対するモヤモヤ感みたいなものがあったので、このローカルからやりたいなっていうのを思っていたのが一つです。うん、であとは各地域を見渡していた時に、この行政様がどのくらいアクティブかとか、あとは交通手段利便性みたいなところとか、あと観光資源の有無とか、あとはその企業誘致みたいなものを盛んにやっていて、僕らみたいな戸様をどのくらい受け入れてくれる土壌があるのかとか、学生さんはどのくらいいるのかとか、まあ、何個かの観点でもってこうスクリーニングをかけていったときに、このまあトップ5とかに宮崎が入っていたんですよ。で、実際各地域をこう回っていく中で、宮崎の僕らが本店として入ってるのって百貨店、仙台でいうと藤崎みたいな百貨店なんですけど、藤崎さんみたいな百貨店のこの宮崎版みたいな百貨店があって、で、そこの社長さんとお話をする中で、この僕たちがやろうとしている事業って、みんなが知っているようなランドマークでやった方がいいと思うよっていうこのご助言いただいて、で、ご縁あってそこの百貨店に入居することができたからっていうのが宮崎に決めた理由ですね。なので、8割ぐらいまではリズメで行ったんですけど、ラスト2割ぐらいはご縁って感じです。なんか僕らっぽくていいかなと思って、最後この人がいたからっていうので決めてるっていうのがあります。で、そこからその、いろんなこのロジックを含めた上で、まあ、数百規模 の、 この出店候補地みたいなものがある中で、まあ、当然仙台も入ってるわけですね。この東北の主要都市っていうところもありますし、まあ、純粋に私の地元で忖度の上でやりたいっていうのも当然あったので、この仙台でどうにかプロジェクトできないかなと思っている中で、まあ、ひょうなご縁から仙台でのプロジェクトができるようになって、今この仙台で事業を展開しているっていう流れですね。うーん、ありがとうございます。やっぱりこう結構島田さんご自身、まあ、あとアトミカの、まあ、事業姿勢として結構ロジカルに考えていった結果、まあ、宮崎が、まあ、ご縁もあったし事業移動、まあ、事業を始めにされた環境としては、まあ、適切だったのかなという、そういった判断でやっていたということですね。じゃあちょっとここも率直にお伺いしたいんですけど、実際にこう、まあ、地域で起業してのメリットってどういったものがありますか？まあそう、メリットデメリットであんまり考えてないかもしれないっていうのがでっかいかもなと思ってるんですけど、学生の時と今のっていう話をしますと、学生の時で言えば地域で起業していたらそれだけでいろんな地域の大人からサポートをしてもらえるので、なんて言いますかね、サポートブーストが聞きやすいなと思っています。東京だとたくさん学生休暇とかたくさんいますけれども、まだまだこの仙台はじめとして各地域で若手の学生さんの起業家とかって多くないのかなと思っているので、大人の力を借りやすいっていうのが学生起業家からするとメリットなんじゃないかなっていうふうに思っています。で、大人で言うとその事業体とのフィット感みたいなお話になるので、メリットデメリットっていう話ではないかもなと思ってます。
で、その中で仙台のここがいいなと思ってるのは、やっぱりこの人口規模が相当数あって、でそれでいて、あの学生数、さっきの山さんのお話の中にもありましたけど、学生数もたくさんあってというので、この町としてやっぱり豊かだなって思います。この仕事始めてから多分200弱ぐらいの自治体さんとお話をしていますし、実際にいろんな町に出たり入ったりしてるんですけど、この我が地元仙台やるやんっていうのもケースは結構大きい、多いです、ね、多いですよ。その山まで車で40分、海まで車で30分、そんな仙台駅っていうロケーションもすごいなって思いますし、この仙台から東京まで86分はやぶさみたいな話もすごいなって思いますし、この町としてのこのいろんなアセットっていうと質素な感じがしますけど、町としてのいろんなコンテンツがすごい揃ってるな仙台はっていうのを改めて最近は感じてますね。でそれでいて行政さんめちゃめちゃやる気満々でっていうので、何かことを起こそうと思った時に、この活用できるアセットだったりサポートしてくれるチーム、大人っていうのがたくさんいる町だなっていうのを感じてますね。確かにそうですね。仙台市のこう、まあ、事業環境の良さって、場所の良さもそうですし、あと行政さんがすごく力を入れているというのは、本当にスタートアップからすると、事業環境としては非常にいい環境なのかなと、個人的にもすごく思っております。なるほど。確かにそう、地域で起業することによって、周りからの注目あるし、応援をされやすいっていうのは、こうお二人の話を伺ってて共通点としてあるなと思って聞いておりました。じゃあ、ちょっと最後の、アジェンダに入らせていただけたらなと思うんですけれども、ちょっとないまぜになっちゃってるんですが、今後のお二人のこう事業の展開と、あとは、仙台で事業を営まれている古谷さんと、で今後仙台事業を伊藤のアモートをされて、仙台ご出身の、島田さんから見て、こう仙台のスタートアップの未来についてちょっとお伺いできたらなと思っております。じゃあ、古谷さんからちょっとお伺いしていきたいのですが、今後のこう事業の展開ってどういうふうなお考えをお持ちなんでしょうか。はい。ありがとうございます。今後の事業の展開に関しては、そうですね、割とシンプルっちゃシンプルかなと思ってます。というのも、先ほど言った通り、体験はだいぶできましたと。で、足りないのは、それがどれだけ知られているかっていうのと、どれだけ玉があるか、サプライ側もデマンド側もですね、っていうところですと。で、実はこれまでその、コロナもあって、大学のラボを広げていくとか、めちゃくちゃしづらかったんですね。それがようやく、去年の夏ぐらいから溶けてきて、でようやくこれ動いたら動いただけ取れるじゃんっていう状態まで来たので、ここからはその、アセットをとにかく確保していって、そこをしっかり、展開して、顧客に使ってもらえるようにしていき、それで集客をして、ラボをある意味サービスとして使うみたいな体験自体を当たり前にしていくっていうのが、これからの次のステップですね。はい。なので、割とシンプルにひたすらそれをやり抜くっていうのが、ここ、1、2年の話になってくるかなと思っています。で、はい。次に、仙台の未来ですかね。はい。はい。ですけども、はい。シームレスにつながるけど、はい。仙台の未来についてですけど、ですね、だいぶ、土壌整ってきたかなって思ってます。はい。本当に僕が最初に仙台に来た頃って、まだスタートアップのコミュニティってあるんだろうかというと、多分下手すれば ないって言ってもよかったぐらいの状態だった気がするんですけど、今だとその大学ベンチャーもあるし、その IT 系のスタートアップもあるし、だいぶその、層ができてきたなと思ってます。うん、本当にいわゆる、エコステムっていう言葉その通りで、最初何もなかった、原っぱみたいなところだったところから、木がある、木からのある程度そのいろんな、ちゃんと育っていくのもあれば、うまく育たずに養分になるところも含めて、だいぶいろいろ降り積もってきていて、層が出てきていて、それが徐々になんか広がってきてるなという感覚はあります。なので、なんていうか多分、一足飛びにはいかないんですけど、徐々にこう、なんか、トップの方も、下の方を含めて、なんか全体の層がこう広がっていってるなっていう感覚はあって、今後それってすごく加速していくんじゃないのかなと思ってます。
で、仙台ってこれまでその、なんていうか、社会的意義があることをしたいという方、すごく多くて、で、思いはすごく元からあったんですね。大学発明者も大学のリソースもあったと。ただなかったのは、どっちかっていうとビジネス的な方なんですよね。ビジネス的な実力っていう意味もだし、その、なんていうか、あの人みたいになればいいんだっていうような分かりやすい、まあ、モデルケースですね。多分どっちもなかったんですけど、今それが徐々にできつつあるので、多分社会的意義とか、その、大学のリソースみたいな話だったら、全然東京にも負けないというか、一部だったらむしろ東京から奈良に来てる状態なんですよね。うん、そう考えると、ビジネス面が加わると、むしろめちゃくちゃ一気に伸びうるんじゃないのかなと思ってます。というわけで、明るい未来を想像していました。はい。ありがとうございます。そうですね、本当に私もいろいろこう、仕事柄、こう仙台、スタートアップ環境みたいなところに。でお話しさせていただくと本当に層が厚いですし、でこれからそのいわゆるこう本当にスタートアップのエコシステムの生態系みたいなことがどんどんできていって、でポテンシャルは非常にあるので、これから本当に良くなる未来が見えてるかなというのは個人的には思うところでございます。果たしてこう島田さん、今後のこうご事業の展開だったりとか、あとご出身であるこう仙台の未来についてどのような思いがあるのかみたいなところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。僕はそのコワーキングスペースをやりたいくて創業したわけでもないっていうのが前提ある中で、この誰かと一緒に何かするのって面白いよねっていう体験をいろんな人たちに味わってほしいなっていうのが根っこなので、この直近は足元とはいえベースを、このプラットフォームを敷きましょうっていうことで各地域にコワーキングスペースの展開はっていうのに注力をしていますが、例えばそこの中で仙台の人のお悩みごと宮崎の人が解決するみたいな都市をまたいだ交流っていうのが作っていきたいっていうのも当然ありますし、あとは今各拠点で年間例えば宮崎だと4万人とか5万人ぐらいの来場がある状況なんですけど、そこの人たちのこの地域のなんか生々しい相談ごとすごいたくさん集まってきてるんですよ。それはその近所でうまいラーメン屋さんはどこなのかみたいなお話もそうですし、お土産は何を買ったらいいのっていうそういうカジュアルなものに始まり、いやでもこの創業融資を取りたいんだけどどうやったらいいと思うみたいな固い情報までってたくさん集まってきているので、この日本中のいろんな人たちの願い事とか思いとか相談事っていうものが可視化されたプラットフォームをちゃんと作っていって、でそこの中でみんなが一緒に何かやる人っていうのに気持ちよく出会える世界をちゃんと作っていきたいなっていうのが事業全体のことですかねと思っています。うん、であとは仙台の未来についてっていうお話で言うと、さっき言いたいことを全て言われてしまったっていうことかもしれないと思っているんですが、スタートアップ以外も盛り上がってて面白くないって私は思ってまして、この本当にスタートアップだけではない全ての事業者さんたちの盛り上がりを感じている部分がやっぱりあります。この地元の会社さんもそうですし、なんか学生さんもそうですし、あとはその団体っていうんですか、このイベントとかそういうものも含めて、自分が学生生活を送っていた時よりもなんかあれこんなに仙台ってアクティブだったっけっていう驚きが帰省をするたんびにあったりするので、これはなんかこのまま行ってほしいなっていうふうに思っています。さっきおっしゃってた通りで、支援者側はたくさんいるけどプレイヤー側がいないっていう話はまだまだ続くのかなと思って、で、まあ、これ結局この日本バッタンで永遠やってると思いますけど、なんか今その何かやってみたいよっていう方がチャレンジしやすいフィールドっていうのが結構仙台にはあるんじゃないかなと思っていたりもするので、このいろんな外部の人たち一回仙台に来てみて、あれなんか仙台意外とやるやんって思ってみてほしいなっていうのが地元民として思うところですかね。うん、ありがとうございます。まあ、今後の事業の展開のあたりでもこういろんな、コワーキングスペースで聞かれている課題感みたいなところがどんどん集まってきて、でそこが新しい事業の種になるんじゃないかという話もそうですし、あとはまあ仙台の未来についてというところでもぜひやっぱり視聴者の皆さんにもそうなんですが、仙台に足を運んでみて、で実際に足を運ぶことでこういうスタートアップ環境があるんだ、こういう事業環境ができるんだ、こういう支援があるんだみたいなところはぜひ知ってほしいなというのも思います。ありがとうございます。じゃあですね、そうそう、ちょっとお時間も迫ってきてるんですけれども、実はですね、このゼロワンナイト
は意外と、視聴者からの反響が大きくてですね、これ意外と、意外と、意外と言うと怒られるかもしれないけど、意外と大きくてですね、実際にこう、まあ、事業会社からお話が来たりとか、ベンチャーキャピタルの方も見てくださったりとかしているので、もしよければお二人から何かこう PR されたい、例えばなんか採用、こういう人募集してますとか、今こういうこと困ってますみたいなものがあればいただければと思いますが、じゃあ島田さんいかがでしょうか。はい、むずいっすね。全職種全地域で採用しているので、このいわゆるスタートアップっぽい、例えばビズデブとかエンジニアとかマーケティングとかコーポレートとか、そういういわゆるスタートアップっぽい人たちも募集をしていますし、各地域のコミュニケーションプロのチームも各地域で採用しているっていうのがあるので、この誰かと一緒に何かするのって面白いよねっていうワードであったり、あとあいつのせいで、あいつと会わなかったらこんなことやんなかったのにみたいな体験がある方についてはハマる会社なんじゃないかなと思っているので、そんな方々の募集をしてますよっていう採用のお話と、あとはまあ各地域、まあ、都内も含めて最近こういった競争施設、それから競争の仕組みに取り組まれたいっていう方々の声をたくさん伺っていますので、何か少しでもご興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせくださいっていうのも2点かなと思いました。今日はありがとうございました。はい、島田さんありがとうございます。またちょっと採用ページ等々は、YouTube の概要欄に貼らせていただきますね。じゃあ、古谷さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。私も大きく2点です。まあ、1点は、採用っていうところで、まあ、今から、どんどんとラボとか、まあ、連携先を集めていきますよって話があって、そこをリードしていけるような、方を求めています。はい。で、あとは、それだけではなくて、その獲得したものを、じゃあどう活かしていくかっていうような、まあ、プロダクター作りだったり、顧客の獲得だったりですね。実は結構総合的に今人を求めているところがありまして、まあ、本当に、何ですかね、いい意味で複雑というか、エキサイティングな事業かなと思っているので、そんな事業をしてみたいっていう方は、すごく、面白いんじゃないかと思いますし、あとはまあ本当に、まあ、日本ってもともと技術立国みたいなところで、叫ばれている中で、今その実態がなかなか伴ってきてなくなっている。ですが、まあ、そこをもしかしたら覆せるかもしれない、まあ、そんなすごく大きなチャンスなのかなと思って、ぜひ、自分もそこに取り組んでみたいなと思うような人がいたら、お声掛けいただけるとすごく嬉しいです。というのが一つ。で、もう一つは、今、多分聞いてる方の中にもいるかもしれないですが、もしその、そうですね、ある程度、その、企画とかだったり、ライフサイエンスだったり、何かしらのその、ウェットな実験とか、をしているような、企業さん、まあ、スタートアップも大企業も含めてですね、には、多分我々の事業ってすごく貢献できるんじゃないのかなと思ってます。はい。先ほど言ったように、IT がそろそろ、ノーコードのツールで作れるようになってたりとか、どんどんスピード上がって、投資対効果が上がってる一方で、新規開発ってすごく重たいものだったと思うんですけども、それをもっとすごく、軽く、フットワークよくできるような仕組みを今我々は作っていて、一部も実現できてきているので、もしそういった、まあ、新しい事業開発の仕方っていうところに、興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただければなと思います。はい。そんなところですかね。はい。あとは、はい、あれですね、島田さんともなんか、もしかしたら、なんだろう。テクノロジー関係のやつかける、コワーキングみたいになったらなんかあるかもしれないので。うん、いや、割とバッチでありそうな気がしたので。はい。それもそれで。うん、それはそれでちょっとベッド遊ばせてください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。また、こちらのフレアさんの、採用のページも概要欄に貼らせていただきます。ではですね、ちょっと主催の私から簡単に、宣伝がございまして、今日ですね、東北仙台の、スタートアップエコシステムのお話と、あと仙台出身、仙台で起業されているお二人を招きしてイベントを開催させていただいたんですが、ここから4
2日後の、3月16日ですね、東北スタートアップナイト2023のというイベントを、ハイブリッドで、開催します。仙台東北のスタートアップエコシステムのお話を、仙台市長からお話しいただいて、東北クロスアクセラレーターというアクセラレータープログラムに採択された、9社のピッチと、あと道の駅アカデミアという、まあ、東北大学中心とした東北の、アカデミアの方々のピッチと交流会を兼ね備えておりますので、ぜひぜひ皆さん、もし東京にいらっしゃる方は CIC 東京まで足をお運びください。オンラインでも配信しておりますので、ぜひオンラインでご視聴いただけたらと思います。で、最後にですね、さっきスライドにずっと右上にあったこのマークなんやねんみたいなところもあったかなと思うんですが、この平さん、島さんも加入いただいている東北スタートアップビオトープというですね、首都圏と、東北のスタートアップのエコシステムのコミュニティを作っております。で、まあ、東北事業したい人だったり、今後関わりたい人が可能を起こすコミュニティですので、ぜひぜひ興味ある方はですね、ここの下にある、QR コードから お読み取りいただけましたら、コミュニティに入れますので、ご参加いただけたら嬉しいです。はい、はい、私からのご告知は以上でございます。はい、ではですね、だいぶお時間もいただきましたところではございますが、こちらで、イベントの方を、終了とさせていただきたいと思います。改めまして、古谷さん、島田さん、ご登壇いただきましてありがとうございました。またですね、ご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。はい、こちらで終了といたします。